皆さんこんにちは。今日はちょっと雑な撮影すみませんが、上新地、桜山小学校とかのね、あたりのスナックをしてきました。あと、伊崎町かな、保育園と小学校があるんですね。子供たちをお迎え行くにあたって、動画じゃなくてね、たまにはちゃんとね、したレンズと、これアポランタっていうね、僕が持ってる中では一番高いレンズかな、15万ぐらいするんですけど、これをちゃんと使ってみようかな、たまにはね、ってか、最近写真撮ってなくて、今月末写真の仕事が入ってまして、その関係で写真もちゃんとね練習しないとねっていう感じなんで、そういったことも含めてですね、ために写真撮っていこうっていうことでやっています。ほとんど写真のあれになっちゃうんですけど、アポランタっていう、50mmF2.0 っていう控えめなスペック、ちっちゃめなんですけど、その分ね性能が詰め込まれてましてですね、そんな感じでその性能を堪能したいなということで、みずちゃん行ってきました。いろいろ撮ったけど、いろいろ撮ってないな、何十枚かな、そんな感じでやっております。ほとんど写真は何だろうスライドショーみたいな感じになっちゃうんですけど、よろしくお願いします。うまく加工したいね。子供お迎え、お散歩、スナップ。今日はね、珍しくアポランタマニュアルフォーカスのレンズを持って出ております。はいはい、いい絵が撮れるよ、たくさんね。バス停で飲酒して、タコでも使えるかなということで、散歩スナップでアポランタというねレンズがあるんで、50ミリね、これをたまには使おうかな、本最近使ってなくて動画ばっかりね、あかんなということで使ってみました。今から帰ってロー現像してっていうのしないんで、めんどくさということでした。なんか2回ぐらい声かけられたわ、2回3回。Yeah.